私は今ですね、人民広場の駅のところに今、さっきライフ市で、スシローでご飯食べたんですけども、スシローじゃない、ガッテン寿司ですね。今からですね、向こうの、ミュージカルのところに行きます。ちょっとウェンちゃんからですね、ミュージカルのチケット、あれ、800何元すれつ、いただいてですね、ミュージカルを見てきなさいということで、後でちゃんと感想を言わないといけないんで、かなりプレッシャーがあります。というのは、中国のミュージカルなんで私理解できるかどうか、まあ歌とか音楽は楽しめると思うんですけども、内容理解できるかどうかすごいプレッシャーです。ということで行きたいと思います。でさらにですね、今日ちょっと日にちを間違えてて、明日と思い込んでて、さっきいきなりチケットの QR コードを微信で送られてきて、あれ明日やろうと思って言ったら、いや今日だよって言って、慌ててちょっと地下鉄乗ってたんですけども、方向を変えてですね、こっちに来ました。でさらにですね、ちょっと撮影しようと思ってたんですけど、カメラ忘れたんで、今日はちょっとこの自分の普段使ってる iPhone で撮影します。だからちょっと長い撮影はできないんですけども、まあここ人民大道ですね、ここまっすぐ行くと劇場ですね。この間一回劇場行ったんで覚えてるんで大丈夫で、なんか上海だいぶ涼しいというか、ちょっと T シャツだと寒いぐらいですね。ちょっと上着持ってこないと本当に風邪ひきますねこれ。今6時40分ぐらいで、7時開演なので7時15分ぐらいに入っといた方がいいということなんで、まあ十分間に合いますね。もうすぐそこまで歩いて行けるんで、まあちょっと初めてなんで早めに来ます。で劇場の中写真とか撮ってもいいけど、当然演目始まったら撮れないんで、演目始まったらもう撮るのやめるのと、あと最後のカーテンコールの時はみんなカメラ出して撮り出すということなんで、そこはちょっとまあ動画とか写真撮れれば撮って報告したいと思います。ここは上海市の人民政府ですね。人民政府の建物があります。なんか警備厳しいんで、ちょっと前で動画撮るのはどうかなと思うんですけど、あの建物が劇場ですね。噴水が出てライトアップされてますね。今日見るのがこれです。ちょっとね、内容が難しそうですけど、まあ雰囲気を楽しむことにします。まずこれ、こっからじゃなくて下から入んのかな。前なんか下から行ったんですよね。ああここですね、カンジョンルーコーって書いてますね。ここでいいのか、紙のチケット先に取るって書いてるな。あの機械で QR コードを持ってるから、買えのチケットを出さないといけないんですね。わかりました。このチケットですね、880元、16000円ぐらい、22列の20号って書いてますね。15時30分スタート。結構人いますね。あそこの安全検査通らないといけない、2階に上がらないといけないですね。結構いっぱい人いますね。ちょっと私さっきトイレ行っときます。これ演劇中にトイレで外出れないと思うので、映画じゃないんで。トイレ行きます。男便所にめっちゃ女の人並んでるやんと思って、勝手に混んでるか並んでるのかなと思ったら、臨時で男は3、4階のトイレに行ってくださいということになってました。まあそれだけ女の人が見るファンが多いんでしょうね。男で見に来てる人おんのかな。とりあえず3階のトイレに行ってきます。めっちゃ人来てます。なんか上の方もあるんですね。ほとんど女の人ですね。男はまあ誰か女の人の付き添いみたいなんで来てる感じですね。中入れないんですね。もうちょっと待たないと。なんかもう入り出しましたね。広いですね。結構真ん中の方ですね。後ろの方ですけど、22列の20、ここで合ってますね。ああいう上もあるんですね。まあとりあえず待ちましょう。
かだんだん満席になってきましたね。やっぱりありました。初めてこれ中国のミュージカル見ましたけど、なんかすごい壮大ですね。音楽、板、光、この舞台のセット、まああと役者さんの声がいいですね。ただ正直私このストーリーは全く理解できなかったです。まあなのでまあ音楽とかダンスとかそういうの楽しんだっていう感じですね。まあちょっといい経験になりました。ということで、一応終わりました。正面から出てきてるんですね。いやーすごいですね。でもあれだけの人と主役の人すごいですね。でもいろんな歌も歌えて動きもして、なんか途中アクションのシーンみたいなのあったんですけど、すごかったですね。まあ動画に撮れないんであれなんですけど、まあ本当映画と違って舞台の俳優の人毎回やるってすごいですよね。いやーいい経験になりました。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。私も人民広場の駅まで行って、帰りたいと思います。こっちで会ってますよね。はい、ではありがとうございました。いやなんか帰りもこれ冬ですね。一気になんか冬来そうな感じです。長袖着てるんですけどちょっと寒いです。これ杭州のつもりで T シャツで上海来たら風邪ひきますね。まあ季節感があって
いいですけど。